こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は松屋さんの最高傑作と言われていますゴロゴロチキンカレーがゴロゴロし始めたということで、ただただ食べてみようと思っております。ゴロゴロすることによってこんなに人に喜ばれるなんて羨ましい限りです。ありがとうございます。こちらがゴロゴロチキンカレーでございまして、今回も普通に買ったんですけれども、いつものようにサラダがついてくるわけではないんですね。おいしょと。バカバカバカ。これが何がすごいって、やっぱさ、普通のカレーはジャガイモとかさ、人参もゴロゴロしてんじゃん。なのにこれは本当にチキンだけがゴロゴロしてんの。そこにちょっとだけついてくる玉ねぎっていう状態で、あとはもうカレーのルーの中でチキンだけがゴロゴロしてるところ、見て。いただきます。ではまずはこうすくって、でこういくってことだよね。おいしいね、やっぱりね。まずルーのコク、そして程よいスパイシー感、これだけですでにたまらないんですけれども、そこにゴロゴロのチキン、そのゴロゴロのチキンが思った以上にホロホロ崩れていって、ルーとご飯と混ざって一体化して喉を通過していく感じ。トロトロいっちゃいましょう。早くもどっさり上に乗せちゃいましょう。これは早く一緒にさせてあげたいよね。たまんないビジュアル。まだ誰も知らないときめき抱きしめてる気分。いいね。これさっきと違って今度はチキンが割とプリプリな場所に当たりました。さっきとまた違う顔を見せてくれるところもまた素敵。うまいうまい。カレーってさ、太るって言うけど、これはもう太るって思ってても食べちゃうよね。ちょっと日課のマラソンの時間増やせばいいかってなっちゃうよね。娘に最近マラソン嫌がられてますけれども、パパマラソン行かないで遊ぼうよってよく言われてますけれども、それを振り払ってちょっとで帰ってくるからって言ってますけれども、そんな中たまに雨が降ると娘から、パパ今日は雨降ってるからマラソン行けないよーだとか言われてますけれども、とにかく美味しくて食べちゃう。いや最高。食べていくとちょっと辛さも感じます。で体もボカボカしてきます。それにしてもどう食べてもこの迫力。そもそもカレーって美味しいっていう認識だと思うんですけれども、その中でも話題になるくらい美味しいカレーってことですから、美味しいってカレーってことなんです。はい、ごちそうさまでした。というわけで今回の松屋さんのゴロゴロチキンカレーでございますが、やっぱり美味しかった。明日も食べたいし、明後日も食べたいし、1日くらい置いてまた次の日も食べたいって思うくらいすごい美味しいカレーだったな。やっぱり皆さんも今日のこの後のご飯どうしようかななんてことで悩むことがありましたら、選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。ということはまあいいんですよ。思い出した。それよりも本当にまたコメント欄にちょっと変なものがありましたので紹介していきたいと思うんですけれども、これね、どの動画のコメントなんか忘れちゃったんですよ。キャプチャーだけして、で紹介したいんですけれども、ミントポンズさんから、トイレットペーパー食べたくなりましたって、だからどの動画、そういう動画出してたっけ。